はいどうも、ザキです。今日はですね、ご近所の川に来ております。はい、よくね、来る川なんですけども、まあ割とね、僕の中ではそこそこのサイズが出る川なんですよ。で、今日とりあえずですね、この、いただきましたですね、はい、ダパラのパーチの CD3 っていうやつですね。でね、久しぶりにというかもう初なんですけど、ダパラとかで、またカッタルアーでは初かな、このトレブレフック、あ、3本針ですね。ちょっとこれ使ってね行こうかなと思います。理由はですね、最近、動画見てくれてる方は分かってると思うんですが、僕やたらとバラすので、フッキングが下手すぎる。でかいのを、バラす、はい、この2点が非常に、僕の中で悲しい気持ちにさせるので、今回はね、こちら使っていきたいと思います。それでは、釣り上がっていきたいと思います。なんか今いたような、あー、そうでもないか。来た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 、よしよし来た。よし、よし来た。よいしょ、あー来ましたね。よいしょ、よし、オッケー、ほい、釣りました。小さいけど、ニジマスゲット。来た、よし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 、よし来た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 、よいしょ、よし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 、よいしょ、オッケー、あげました。結構いいサイズですね。パーチであげましたね。OK です。はい、ですね、そんなわけでして、今日も楽しく、釣りをしました。まあ釣果としてはですね、いつもこんなもんですね、僕は。
1本2本、楽しく釣らせていただきました。はい、また帰りはね、得意のやぶこみでございます。それでは、チャンネル登録、いいね、なんかいただけるとめちゃくちゃ励みになります。それでは、はい、皆さんお元気でー